ルドウィグ・スコッティは、ナウルの政治家で、第 24.26 代大統領。ナウル北部のアナバー地区に生まれ、フィジーの南太平洋大学では、法律学を専攻した。1983年3月15日の選挙で、アナバー地区から、ナウル議会に初当選を果たす。国会議員の在任期間中は、ナウル銀行の総裁やアワー航空の取締役、等も務めた。1990年代後半から2000年までの間は、ナウル議会の議長を務め、2003年5月29日には、議会における10対7の多数決によって、大統領に選任された。2003年8月8日に不信任案の可決によって、辞任に追い込まれ、レネ・ハリスによって、代理を務められた。しかし、議会のハリス大統領派のメンバーが離脱したため、2004年6月22日に、スコッティは大統領に返り咲き、同年10月の選挙で議会に再選された。スコッティ派は、2007年8月25日の選挙において、地滑り的勝利を収め、3日後の8月28日には、議会の18人の議員のうちの14人の支持を得て、対立候補だったマーカス・スティーブンを破り、大統領に再選された。しかし、同年12月19日に、議会は10対7の多数決によって、不信任案を可決し、スコッティは辞任に追い込まれた。ありがとうございます。